か山が綺麗、川がさらさら流れとる、空気が美味しい。はっきり言ってここよりそんな美味しいとこ山ほどあるわけですよ。はっきり言って中途半端。やっぱり気持ちがちょっとその人に触れられた、うん、やっぱりそういう瞬間を味わってもらいたいと思う。この町に住む人々は個性派揃い。この土地がそうさせたのか、ただの偶然か。自分の居場所へのこだわりが、愛が、個性が強いのである。そう、癖が強いのだ。程よく田舎でストレスフリー。いやいや、確かにそれもある。しかし瑞浪市の自慢はこの癖のある英雄たちと癖だらけの観光スポットである。きっと個性の塊を味わえる場所や体験にゾクゾクするはず。一度訪れたら癖になる場所、ぜひ瑞浪市で英雄たちの過剰な愛を受け取ってほしい。いやはよ巻きで巻きで巻きではよ、なっちゃいの。これは中途半端な街というレッテルを覆すために立ち上がった英雄たちの新たな物語。罠でも策略でもない想像を絶するリアル。クセ強市民がお送りする前代未聞のプロモーションが今幕を開けた。素晴らしい。オッケー。この街は変わろうとしている。てかもともと変わってたのだ。